はい、こんにちは、谷崎テトラです。完全変態をする昆虫がサナギになることを羊化と言います。今この社会全体が羊化している時期なのかなとちょっと思いましたので、今日はちょっとそんな話をしてみようかと思います。今さまざまな活動が活動自粛に入っていて、そして、外出もね、自粛するという形で引きこもってる感じのね生活ですけれども、社会全体がサナギになってるという時期かなと思います。昆虫がサナギになってる状態って、あのサナギの中ってドロドロになっているそうですね。一旦全ての細胞がドロドロに溶けて、そしてサナギの中でもう一回組み直される。今社会全体がこう引きこもってる状態ですけれども、これ単なる引きこもりじゃなくて、その中身がこうちょうどドロドロとスープのように溶けて、もう一回ゼロからこう組み上がっていくような状態、そんな時期なのかもしれませんね。イモムシがサナギになって、その後蝶へと変わっていくわけですけれども、一定期間が過ぎると背中が割れて蝶になって羽ばたいていく。これ、葉っぱを食べているイモムシがですね、空を飛ぶ蝶を見て、あれが自分の未来の姿って想像できるんですかね。よもやあの空飛ぶ蝶が自分の未来の姿ということは知らないんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと芋虫の気持ちになってちょっと考えてみてるんですけれど、ある日自分の体がどんどんこう硬くなっていく、そしてサナギに、ある種の仮死状態のようなね状態になっていく。自分は一体病気なんだろうかって、病気っていう言葉はもちろん青虫はないかもしれないですけれども、サナギの後、成虫になることを羽化と言いますね。羽が生えて、この社会全体がどのような社会へと羽化していくんですかね。ワールドシフトでいうと、サナギから蝶へ、サナギ的な社会から蝶のように羽ばたく社会。僕らがこのジャンプするときに一旦体をグッと曲げて、そしてしゃがんでからエイヤとこう飛び立つようにね、この一旦固まって、そしてそこから解放していく、今はそんな時期なんじゃないかななんてふと思ったわけです。社会というのが社会的な生命だとして、その生命の形が変容していく、それは一体どんなものなんでしょうかね。サピエンス全史のユバル・ノア・ハラリはこういうように言っています。年末までに我々は新しい世界を生きることになるだろう。まだその新しい世界の姿というものは見えてきてないんですけれども、確実にこのドロドロの中から新しいパラダイムへと変化しているように僕は感じるわけです。禅の言葉で忖度同時という言葉があります。それは卵の中のヒナが帰る時にですね、早すぎてもいけない、そして遅すぎても死んでしまう、本当にちょうどいいタイミングで殻が破れて、そして記憶が外に出てくる。これ生物学的に本当かどうかは知らないんですけれども、中にいるひよこが中から殻をくちばしでつつく、それと同じタイミングで親鳥が外側からこのくちばしでつつく、それが同時だという、それが忖度同時という言葉だそうです。もともとこの禅宗の言葉の中では、今まさに悟りを開かんとしている弟子がその瞬間に、師匠がすかさずサポートをするというようなことを、忖度同時というように言ってるんですけど、これすごく面白いですよね。いろんな比喩があるなと思います。僕たちは自分の周りに目に見えない殻があって、自分の心の殻もあるし、社会の殻もあるし、自分の限界というようなものが一つの殻のように思ってますよね。でその殻を破らないと新しい自分っていうのは生まれないわけですが、それが早すぎてもいけない、遅すぎてもいけない、しかし確実に言えるのは、内側から自分がその殻を破壊して外に出よう、生まれようという考えがなければ、その殻は破れないわけです。でも自分のくちばしの力ではその殻は破れないわけですね。しかし自分が内側からその殻を破ろうと思った瞬間に、同時にですね、外からサポートが入る。これって結構僕も経験上そういうことってあるなって思うんです。
もう自分がチャレンジしてこの殻は破れないと思ったけれども、でも自分がチャレンジしてこの殻は破れないかもしれない、でもこの殻を破って新しい自分になろうと思って動き始めた瞬間に思いがけずサポートが入る、そういうことありますよね。でもそれは自分が内側からその殻を破壊するためにくちばしをつつかないと外からのサポートは入らないんですよね。まあ、金銭的サポートもあれば技術的サポートの時もあれば、いろんなタイプの応援が入って、逆に僕らも何か新しいプロジェクトが立ち上がったり何かが生まれる時にですね、それが生まれようとする力というものを生かした状態で、そしてまあベストなタイミングでサポートをする側はサポートを入れるってことがありますよね。今の社会が妖化している、まあさなぎのようになっていく、新しい社会へと変容するためにこうさなぎのような状態になっている、それがやがて羽化していくというこのタイミング、そしてそれは禅の言葉で忖度同時という言葉もちょっと思い出されるわけです。人類全体がこの新たな社会へと変容していく、それぞれの個人がそれぞれの形で新しい自分へと変容していく、まあそんなタイミングの時に何がしかのサポートが入る、まあ若干ちょっとスピリチュアルな感じもありますけれども、でもそんなことはあるんじゃないかなと、まあ今までの経験上そういうことがあったななんてことを思いながら、もしかしたらこの1年社会的にはさなぎの時期なのかななんて思ったりはするわけですけれども、そういうことってあるなって思うんです。ということで今日は人類社会は今妖化しているのではないかという話、そして禅の言葉忖度同時という言葉についてお話ししました。皆さんどう感じましたでしょうか。今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。谷崎テトロでした。